3名あれば3杯できるという考え方、まあ3杯ならないんですけど、今回はですね、おじいが朝のモーニングルーティンを見せてくれるっていうことなんで、まあ一体何をやっているのかっていうのを調査していこうと思います。で、おじいの、まあ、あのモーニングルーティンの後はビーチクリーンに参加しようかなと思ってます。お、見えた。そっか、照らしたらいいのね。すごい見えないけど空綺麗なんですよね。あ、竹さんどっか行っちゃった。もういいや、帰るか。すごい、めっちゃ早いな。竹さんめっちゃ早いっすね。さすが2時に起きてる人は違うな。竹さん2時に起きて毎朝このルーティンしてるらしいですよ。だから竹さんのツイッターの更新がめちゃくちゃ早いんですよね。3時とか。さっき僕のいいねついてて3時くらいについてましたね、なんか。なんか待って、墓掘れ見たくなってるんだけど、これ。これは今から墓でも掘れというのだろうか。何したらいいんだ。おはよう世界。今日はこんな感じでゴミ拾いに参加してるんですけど、まあ、結構暗いんで明るくなったら撮ります。すごい、高校生がこうやって毎朝来てるってすごくないですか。しかも女の子ばっかり。確かに。すごい、目の前にいるのが JK っていうのが信じられない。そう考えたら、だってこんな寒い日にこんな朝早くないですか、本当に。うわ、これプリシアの下なんだ。こんな、なんかすごいな、おばあちゃん。ここの浜は結構ね、ゴミが寄るんですよね。小さい手段、波的なものなんですか。考えてね、へぇー、本当ゴミが多いところなんですけど、すごいな、やっぱりかっこいいな、ヨロンバナソン。俺もあれ欲しいわ。サムネイルに入れて。記念撮影撮られるわ。はい、あの椅子、ほら、もう私やがて5周目ですけど、まだ5周目、うん、去年の4月からで、やがて5周目、そんな感じなんです。5周目、だけどこのね、浜の名前書いてあるから、はい、あとね、思い出になるじゃない、はい、夜に80年住んでても、はい、知らない浜がいっぱいあるの。遠くの浜って行かないでしょ、はい、だからすごくね、そういうのがあのいいですよ。すごいな、世論に80年っていうのもすごいですね。この人なんか出てらんの。ということで、朝のゴミ拾い終わってきました。もう竹さんが待ってるんで、このまま乗ります。ごめんなさい、遅れましたね。いけ波がすごいね。無理や。